僕は人見知り、王子もう関係ないんですけど人見知りです、はいあのーまあ、こういう、ね、作品で、えーまあ、声優同士はあの普段アフレコを一緒にやることあるんですけれども志、まあ、く君だとか広瀬さんだとか初めてお会いするような方もいらっしゃってめちゃくちゃ緊張するんですけどさっき志く君と一緒に取材をさ、ね、せ、はい、ていただいたんですけどめちゃくちゃ緊張してたんですけどすごい。 イメージ通り柔らかく優しくてでもお芝居の話になると熱くてあの話しやすくてこの人見知り王子の私がすごい安心して話せる人だなと思ってすごく今嬉しく思ってます人見知りなんですかそうなんです全然感じなかったですもうなんでビクビクするから先制攻撃を仕掛けるんですああそうだったんですか <laughs> バレてなくてよかったですいやいや全然もう仲良くしてくださいもちろんですよろしくお願いします, <laughs> しします連絡先は後でねぜひありがとうございます備える災害のためにああ。 備えてる備蓄が多分自分でも尋常じゃないなと思ってます<ー><ー>例えば一番貯めてるのはどの味ですかあ一番びっくりされるのはお水が飲み水が500リッターぐらいあって <laughs> 簡易トイレも200個ぐらいあって<ー>で懐中電灯は最強な懐中電灯が10個<ー>あとモバイルバッテリーも20個ぐらいあってでバッグも4つに分けてます <laughs> 子孫んの家が避難所なわけではない。あ、でも本当にウェルカムです。本当にすごい安心ですね。でもそれだけ。そうですね。やっぱもう災害って備えることでしか、安心を。あの、ね、取れないので。いや、じゃ、周りの方で困ったら、子孫さんとお家に。ああ、もうぜひ、あの、言っていただければ。はい。あの、何でも。ご教授します。